ミルクサッカーアカデミー井上真と申します。ノーミルク佐藤です。プロサッカーデータマンの佐藤先生とお送りする台所事情シリーズ、今回は盛岡編でございます。やってまいりました。岩手グルージャ盛岡の補強動向、はい、はい、よろしくお願いします。ついに J3 シリーズに参りましたということでですね、はい、さあ今日のポイントは、今年グルージャ盛岡は、はい、岩手グルージャ盛岡に名前を変えたということで、ほうほう、 なぜ変えたのか、うん、そしてこの変えたことによって盛岡がどう変わるのかっていうところが一つのポイント、はい、そして今期の盛岡の戦い方が分かる形になっております、はい、なるほど、よろしくお願いいたします、はい、ちょっとこのねお耳を傾けていただければ、何かしながらでも聞いていただければ、岩手のグルージャ盛岡のことが分かるという動画になっております。はい、はい、ということでまずは、はい、開けてみましょう。冷蔵庫開けます、はい、ドン。こちらの表が今年のメンバーと、はい、おー、なるほど。ということでまずはこちらの表の説明から参りたいと思います、はい、お願いします。ゴールキーパーが赤、うん、センターバックが青、はい、サイドバックが水色、うん、守備的ミッドフィルダーがオレンジ、はい、攻撃的ミッドフィルダーが黄色、そうです、ウイングが黄緑で、うん、フォワード、センターフォワード、シャドウの選手たちが緑となっております、はい、で複数のポジションできる選手に関しては複数の配色をしております、うん、で選手の左上に、黄色と赤の文字で、書いてあるところは、そこのチームから来ましたよという遺跡の表示を表しております、はいはい、そしてこの世代がこう下からね、どん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 上に行くに従ってベテランということになっております。パッと見でね、いろんなチームのバランスが分かってしまう、この台所事情ノーミルクシステムということになっておりますね、はい、なっております。ちなみに色の分布は逆つくリスペクトで行っておりますということです。それでは先生、ポジションごとにお願いします。はい、はい、まずですね、一つだけこれ注意書きもあと一個だけ、はい、例えば2019仕様をここから、うん、配しております。なるほど。 J3 は特に移籍量もかなり多いので、そうですよね、ごっそり入れ替わるのが J3 の特徴でもあります。そうなんです、はい、できればそれこそ全員ね、去年所属した方々もご紹介してあげたいところではあるんですが、J2 までは黒でね、はい、アウトは示してましたけども、そうなんです、ただ、うん、新シーズンの選手たちっていうところがもしかしたらちょっと見づらさが出てしまう可能性が高かったの で、はい、そうですね、2019仕様にしてあります、はい、ということでまずはゴールキーパーから見ていきたいと思います。基本的にはね、うん、去年から変わらずといった選手たちも多いんですけれども、うん、ここなんですよ。95年世代、なるほど、伊庭選手、うん、が山形からやってきたんですが、うん、早速移籍してきて早々、うん、はい、今年は俺がポジション取ったるぞというところで、今高らかにちょっともう宣言されてるような、あら、まあそうですか、あるみたいな、ね、これ土井選手、笠原選手、ほっとかないんじゃないですか。まあ絶対ほっとかないですよね。何をあの子ってな話ですよね、はい、いいライバル関係が、そう、まあ早速だからできてきたのもあるし、やっぱりこう移籍してきてそこで萎縮するんじゃなくて、うん、俺が守ってやるんだっていうところが急にやっぱり来ると、ちょっとやっぱ他の選手たちからもちょっと嬉しいですよね。あ、うちのチームのためにそうかこんなに意気揚々と、うん、活性化されるってなもんですかね。そうなんですよね、うん、そこがちょっといいかななんていうふうに思っております、はいはいはい、そして、次、ディフェンダーにっていうところなんですが、ほうほう、先にまず一つ目のポイントを押さえたいと思うんですよね、うん、なぜ今年、うん、岩手グルージャ盛岡というふうに、はい、岩手というのを一つ入れたのかと、はい、ここはですね、うん、単純にホームタウン数が増えたんですよね、なので盛岡だけじゃなくて、うん、もう本当県内全域に、轟きたいというか、みんなからそれこそ愛されたい、応援されたいというところでやってきたというところにはなるんですけど、はい、これすごく大きいんですよ、うん、やっぱり一つ各チーム J1 の特に上の方なんてかなりある話なんですけど、はい、やっぱり地元のユースの子がだんだんチームの中に入ってきたりだとか、はい、地元出身のその高卒大卒の選手がやっぱりいたりするとチームってだんだん活性化されるようになっていくんですよね、はいはい、うん、でホームタウンが全域に広がったことによって、うん、各地にそのスクールだとかも作れるようになっていくと思うんですよ。そうすると、うん、県内のその例えば中心地、盛岡の中心地だけじゃなくて他の地域からでも、うん、選手たちを集めやすくなってたりするのかなというところがあるので、岩手という冠ができたことによって、うん、よりいろんな選手が来年以降また来てくれるようになるんじゃないかなと思います、はい、で地元その愛してくれるような、ね、このチーム自体を愛してくれる子が増えることによって、うん、やっぱ着実に一段一段階段を上がっていけるんじゃないかなというふうに思うんです、うん、はい、そこがちょっと大きなポイントかなというところでございます。分かりました、はい、ということで次、センターバック、サイドバックのディフェンダーラインを見ていきましょう、はいはい、今回ですね、うん、まずセンターバックのところなんですが、うん、藤枝から木下選手、はい、秋田から深井選手、うん、そして、相模原から米原選手がやってきたというところがあったので、
ここ大きいんですよね、うん、センターバックがこれで4人揃ったっていうところで、しかも他チームのところでいわゆる主戦を張ってきた選手たちなので、うん、そうですよね、はい、うん、これがディフェンダー4人揃ったってところかなり大きいんじゃないかなと思っております。はい、そして左サイドバック見ても、うん、年代別の代表の経験もある麦倉選手が左サイドに入ってきたというところもあって、うん、はい、でまあ、太田選手そして江頭選手鈴木選手とそれぞれもいるんですけど、うん、やっぱりちょっと若い新しいパワーがやってきたってところは大きいのかなというふうに思っております。なるほど、はい、で続いて、中盤見ていきましょう、はい、まずは守備的なミッドフィールダーです、はい、ここは吉田選手が、はい、あの総入れ替えになりましたが、うん、吉田選手そして石井選手廣田選手がやってまいりました。なるほど、守備的なミッドフィルダーがね、うん、あのいわゆる DMF ですか、はい、ファイター系の、選手がもう一人いてくれればなというところではあるんですが、おそらくここもだからこの3人で基本的には回していく形になって、なるほど、コントロールタイプのところを嫁坂選手がやっていく形になるんじゃないかなと思うんですよね。もともとガンバの下部組織出身ですし、ちょっとイメージ的にはサイドから切れ込んでくるようなそんなイメージですけど、はい、そうですね、うん、サイドでいわゆるサイドバックもできますし、そうか、あの中盤でのコントロールもできたりするので、はい、まあ、いろんなタイプできるかなと思うんですが、うんうん、このチームでいったらまた新しいパターンかなと、うん、はい、もうね中堅というかもう中心となって活躍してほしいですね。そうですね、うん、若手とだけはやっぱり言えないので、はい、可愛らしい顔してますけどね頑張っていてほしい、うん、ただ一つポイントとしてあるのがですね、あの大宮からあの育成型の期限付き移籍が入ってきてた、はい、あの山田陸選手が移籍とかレンタル終了ということで森岡離れてしまったんですよ、はいはい、なるほど、で彼がそれこそ運動量がかなり豊富だったところがあるので、はいはい、やっぱりこの新しく来た選手たちも運動量で守備、まあ、いわゆる中心のこの中央のゾーンを、うん、まあ、うまくねこう埋めていく、わーっとこう走って走り切っていただけるとこのチームのカラーリングとしては合ってくるのかななんていうところはちょっと思っていることでございます。なるほど、はい、はい、で続いて今度は攻撃的なミッドフィルダーとウイングのところを見ていきたいんですが、大きいのがですね、矢部内選手という岐阜から一人これウイングの選手入ってきたんですけど、もともと盛岡で言えばあの白石選手とか、もともとね、あ、白石選手いなくなっちゃったんだ、富山に移籍しちゃったんですよ。そうかそうか、そうでした。で彼が移籍したのがちょっと大きいんで、もともとやっぱり彼のカットインなんかもすごい多かったので、数字にも現れてましたもんね、現れたんですよね。そこが一人抜けたんですが、ただこの矢部内選手がその代役を務めることはできるんじゃないかと思うんですよ。彼もそのカットインだとか、それこそ左いわゆるサイドガーッとこう駆け上がっていって、そこからのクロスなんかもできる選手なんですので、まあ、かくねが一つここのね盛岡の一つのアイコンになってくれたら大きいのかと思います。でさらにそのままフォワードに目を向けたいんですが、大きいのがですね、宮市選手があの湘南の契約満了になっちゃったんですよ。ということは、そう、盛岡に育成、盛岡に移籍していて、期限付き移籍、そうでしたね、はい、で湘南との契約切れたから盛岡との契約も一旦切れたんですが、はい、うんうん、盛岡に完全移籍という形になりましたので、どうか、じゃあもう骨を埋める覚悟でこちらで、ね、そうなんです、うん、なのでフォワードのところが宮市、谷内と、うん、いやー、真ん中に揃ってるんですよ。谷口選手も去年キレキレでしたからね、はい、うん、でもう一人ですね、はい、あのいわき FC から菊池選手という選手やってきたんですよ、うん、彼もね、あのいわゆるガタイというか、うん、身体のそのなんだ、体のその核の部分が出来上がってる選手なので、体幹がいいんですよ。なのでここで宮市、谷口、菊池というまたちょっと新しい色が出来上がってきたかなというところで、はいはいはい、でサイドのタイプの違うトリオですね。そうなんです、うん、サイドの選手がちょっと減ったかなというところはあるんですが、その代わり攻撃的な選手で、さらにそのなんだろう、それぞれが核となって、うん、一番真ん中のところでどっしりとこう攻撃的に一番最後ゴールにこう向かっていける選手が増えたので、また新しいような攻撃のパターンがやっていけるんじゃないのかなというふうに思っております。なるほどですね、はい、はー、もう谷口選手も10番つけるとかつけないとかっていう方法はね、やっぱり去年の、ね、ね、1年目の、ね、活躍がセンセーショナルでしたから、はい、うん、なんか移籍しちゃうのかなと思ったら、でも残られ て, ね, ね、なんで宮市、谷口っていう、もう最前線のところに怖い2人が残ったので、はい、ね、うん、しかもまだまだ伸びてほしいですね。やっぱこういうのがすごく大きいんですよ、はい、違うその日本代表ものでの話の時に、うん、いわゆるサウジアラビア
の監督が解任されましたと、はい、でそれはじゃあポゼッションすごく良かったけど、うん、なんでじゃあ解任されちゃうのっていう風になったら、うんうん、やっぱりゴールに対してってところの最後の目的のところがブレてたんですよね、はい、ただこれあのこの盛岡の場合は宮市谷口というそのゴールハンターがいることによって、はい、彼らに結びつけるんだっていうところをもとにこのチームが今出来上がっているようにも見えるので逆算してねやってるってことだそうなんですなんで最後のそのゴールをっていうところから考えられてるから、うん、そこのグランドデザインができてるからこそ、はいうん、このチームちょっとやっぱ強くなるよなってところは見て取れる爆発してほしいですね、はい、お兄さんと同じ日に点取ったりしてましたからねありましたからね昨シーズンは ね, ンはねそんなニュースも見たいなとあと僕注目してるのは、はい、実は若手に中国人選手がね何人か取ってるという、ね、そうですねちょっと出場も去年あったというところで、はい、その辺も注目してますね、はい、岩手全土に轟いていこうというね、はい、新グルージャ盛岡岩手グルージャ盛岡のことについて先生に教えてもらいました、はい、分かりやすかったですありがとうございましたはいチャンネル登録、ツイッターの方もね、そして高評価ボタンもよかったらお願いします。お願いします。